三線エヴァンジェリスト前ちんこと前田キラヤイビギーンイ。さあ、今日も楽しい三線ライブ届きサビラ、ゴールデンウィークの最中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。沖縄ねどんより、曇りつつ、小雨がパラつき、そしてまた、晴れ間が出たりね、なんかすごく不安定な、ゴールデンウィーク、でございますが、まあ例年こんな感じでね、ありますけども、さあ、こういったシーズンというかもうウリズンの季節からですね、ウリズンというのはこの新緑の季節っていう感じで4月頃の季節からね、入って、こう若葉がですね、こう森も、野山が、木々が青々として、そういった風景というかそういった雰囲気をですね、まあウリズンというですね、まあ語源は分かりませんが、このウリズンというですね、この季節に、と言ってるわけでございますね。さあ、そんな中でですね、結構今、なんていうんですかね、この間昨日か、昨日、ちょっと娘がこう、静岡の方からですね、戻ってきまして、まあ、ビーチ、ウェディングの写真を、撮るということでね、前回2月に来て、雨にたたられて、そしてまあ今回、やばいかなと言いつつ、播磨の、間にですね、無事に、写真を撮ってですね、まあいい記念になったかなと、そういう感じで、やっぱりこの私ですね、いつも海は見るもんだというふうに言ってるんですけども、いや海は入って泳ぐとこでしょうと、ね、私知南町はですね、結構海に入る人少ないんじゃないですかね。結構まあ泳ぎが苦手な人も多いと思うし、私もそんなに、なんていうんですかね、得意の方じゃないんですよ。でまた溺れた経験もありますからですね、またそれだけではなくて、この昔ですね、このハブクラゲに、刺されまして、あれからこう非常にもう海が、怖い、海は見るものであってこうという、気持ちでですね、
あんまり身に入らないんですけど、この間友人がですね、このダイビング歴29年って言ったんですかね、その話を会うたびにするんで、そんなにいいのか潜るってって、もう本当にもう、この方は仕事の、一生懸命頑張れるこの、エネルギーはですね、海に潜るためにあるんだと。この嫁さんは捨てても、潜りは捨てないっていうですね、そのぐらい海を愛する男でございまして、いやー、実は私は素潜りは、まあ5メートルほどですね、潜れるんですけども、その一生懸命ですね、最初の頃は、3メートルくらいですね、この潜って、それ以上行かないんですよね。なぜ行かないか、なぜ行かないかって、もう何度も何度もチャレンジしてもですね、5メートルの、ところまで潜れないんですよ。でところが隣の女性はですね、悠々とこの5メートルのですね水深まで潜っていく。なんでって思いつつですね、聞いてみました。なんでそんなに深く潜れるのって聞いたらですね、耳抜きをしていると。この3メートルの方までですね行くと、もう耳抜きをしないと潜れない、深く行けないということを聞きました。耳抜きってるのかということで、早速その女性にですね、どうやって抜くのと、こう引っ張るのとかですね言いながら、いや簡単ですよ、鼻をふんってつまむとピュッて出るから、それでひゅっていきますよって言って、嘘っと、そんなんで行くのということでやってみて行きました。やはりですね、知ってる人に聞くということがいかに大事か、これはどんなことでも多くありますよね。ということでですね、今、三神エヴァンジェリストとしてですね、今まで三神のことが、分からなくて、どん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 いろんな分かってる人、特にですね、これを本当にこの研究している人ですね、結構三神行かれてると人ってですね、まあそういった一部の中には三神のことが全くわからないで弾いてる人って多くいてですね、僕もそうだったかなって思いながらですね、こう私も三神に触れて12年ほど経つんですけども、三線始めたのが48で、その間3年ほど、挫折をしたし、今も継続してるのはやはり三線のことを分かり始めたからかなって思うんですよね。そしたら、結構教えてくれる人が増えたりですね、ですごく詳しい人がいたりで、そしてそうすると分かるとですね、なんか前に一歩進むんですよね。まあ、そんな感じで、三神もですね、この海に潜る、方法としてもですね、分かる人にちょっと、聞いちゃうと、そうすると、結構、その三神ライフが広がっていく、そんな感じで、海と三神ってよく似合うんですけども、この似合うと言われるんですけどね、三神は、水が、あまり苦手で、得意ではないと、いうことで、水をね、のそばにはあんまり三線を持っていかない方がいいんですけどね、まあそういう時は三線を持って、海を眺めると、そういう感じの、ロケーションが一番いいんじゃないかなと、思う今日この頃でございます。そんな感じでですね、今日もまた、三線を持って、どっかの 海辺でね弾いていらっしゃる方も、多くいるかなと思います。そしてまた仲間とですね、楽しく三線を、弾いて、楽しんでるんじゃないかなという人とか、またいろんなところでですね、イベントに参加されて三線を弾いて歌を歌っている方もいるかなと思います。いろいろな形で、人生のですね三線ライフに、やはりこの知っておくといいということをですね、たくさん、あると楽しさが倍増するんじゃないかなと思います。三線の音色に関して、また三線の音作り、そしてまた一番大事な、三線の音色をですね、自分の声質に合わせて、作っていくと
いうことも一番楽しさの秘訣じゃないかなと思っちゃったりしております。ということで今日もまた皆さんのですね楽しい三振ライフがありますように。また野菜。